今週のオタク満足度のランキングを発表します。個人同意第3位久保田美沙、第2位野崎和歌、第1位月野萌。今週は久しぶりに劇場でライブをしまして、先週はずっと腰痛で物販のみだったんですけれども、今週はたくさんライブができて、ファンの皆さんもたくさん会いに来てくれて嬉しかったです。ありがとうございました。今週はですね、盛り上げグッズ販売期間ということで、たくさんの方が会いに来てくださって、で去年は最終日にたくさん売れたんですけど、今年はたくさん1週間通してちょこ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 って売れてまして、とても嬉しかったです。直接こうやってお礼が言えて嬉しいです。2位ありがとうございます。今週もベスト3に入ることができて嬉しく思います。3月が始まったということで、3月はお誕生日とか生誕祭がありますので、今月いっぱいいいライブできるように頑張っていきたいと思います。会いに来てくれたみんなありがとう。そして今週で2月号の月間ランキングが決定しました。ドン、こんな感じになってます。今週は何がありましたか。はい、無限女子の披露がありました。無限女子フォワードです。あと峰さつきちゃんが入って4人でこれから活動していくので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。パソコン工房さんジャックしてますので、ぜひ見に行ってください。カタログもあります。あります。3月2日は初めての生誕祭、ありがとうございました。たくさんの方が来てくれて本当に嬉しかったです。ありがとうございます。3月2日の仮面女子カフェ2部公演で企画がありまして、私は仮面女子スチームガールズ祭の昇格が決まりました。はい、私は仮面女子候補生さん派遣に昇格が決まりました。はい、私は仮面女子候補生オズに昇格しました。はい、おとぎかんなは仮面女子候補生オズに昇格が決まりました。はい、仮面女子候補生派遣に昇格が決まりました。新しいリットに入って、舞浜アーフィシアターのワンマンライブにもオープニングアクトと仮面女子として出るので、ぜひ皆さん舞浜アーフィシアターも遊びに来てください。今週はなんと桜のどかの初舞台エグジョが始まりました。お疲れ様です。エグジョウィーク、お疲れ様です。みんなで、ね、見に行ったいね。みんな感想をどうぞ。もうなんかあののどかちゃんの演技を、私は生で見たこといっぱいあったんですけど、演技レッスンとかで、みんな多分生で見たことがなかったじゃないですか、ファンの人たちは。だからそれを生で見せれて、なんか私も嬉しかった。マネージャーみたいな。のどかちゃんの演技めちゃくちゃ好きなんで、生でなんか大丈夫っていうシーンがあるんですよ。もう終わっちゃったから言うけど、そこがもう本当に良かったんです。あとのどかちゃんがセンターで踊ったりとかね。そう、のどかちゃんがセンターで踊り始めたからはちょっと心配になるっていう。大丈夫かなって思いながらセンターだけど大丈夫かな。さすがでした。さすが。お疲れ様でした。3月3日をもちまして木下ゆうり17歳になりました。ありがとうございます。はい、アオサイリウムとか横断幕とかたくさんお祝いしてくださって嬉しかったです。ありがとうございます。3月3日にはなんと15時から女祭りがありました。いやね、なかなか女の子だけっていうライブがあんまりなかったので、とっても新鮮だったんですけども、なんとこの女祭りでね、人気ナンバーワンがなんとあの吉野真理ちゃんです。はい、ありがとうございます。イエーイ、女の子大好き。伝説の吉野真理。そうです、最近心が折れることがたくさんあったんですけど、めげずにアリスの不死鳥として頑張ります。3月にも入りまして、舞浜アフィシアター前の最後の錯覚もあって、みんなきっと気が引き締まってると思うので、3月もより一層忙しく頑張っていきましょう。お疲れ様でした。お疲れ様でした。おひなさま、あとおひなさま、二人並んで済まし顔。続きは五人囃子の笛太鼓。今日は楽しいひな祭り、イエーイ。
星宮祭りみたいな。星宮祭りなんだ。おかしい。皆さんが2人も。大丈夫大丈夫。大丈夫大丈夫。オッケーオッケー。楽しいひな祭りやったな。オッケー。せーの。ウエストオタマスタート。ウエスト週間オタク満足度を発表します。第3位、瀬口心。第2位、渚リリカ。ありがとうございます。第1位、上下青。ありがとうございます。はい、今週も3位、たくさんの応援をありがとうございます。またこの場で皆さんに感謝の気持ちを伝えることができてとても嬉しいです。来週には外部のイベントもたくさんあって、週末には組閣発表もあるので、来週も頑張っていきたいと思います。3位、ありがとうございました。今週もたくさんのプリズナーさんが会いに来てくださったのですごく嬉しかったです。2位、ありがとうございます。ニコニコ。はい、今週もたくさんの応援した系が会いに来てくれて本当に嬉しかったです。2月は誕生日があったので1位を目指していたので、ここ2月ずっと1位を取れて嬉しかったです。皆さん2月もたくさん応援ありがとうございました。これからもよろしくお願いします。ニコニコ。はい、3月9日の土曜日2部公演では、なんと仮面女子高生ウエストからキースターガールズで昇格するメンバーが発表されます。イエーイ。皆さんぜひ遊びに来てください。そして次の日3月10日はいたいた、なんと椅子賀が岐阜に遠征します。イエーイ。岐阜ステラのレミちゃんの生誕祭に出演させていただきます、はい、ぜひ皆さん岐阜に遊びに来てください。よ、岐阜の女。お疲れ様でした。待ってろ岐阜。待ってろ岐阜。待ってる岐阜。待ってる岐阜。お母さん見てる。松木です。いやー、皆さん寒くなったり暑くなったりどうなってるんですか。最近僕はですね、リンゴ酢を飲むようにしました。なんと血圧が下がってきましたよ。すごいんです。180あったのに今163ですからね。毎日飲んでみてください、血圧高い方。ということで今週の仮面女子カフェはこんなになってますよ。ドーン、ね、ほらすごい感じでしょ。はい、帰ってきましたよ、ね、総括の発表もありましたからね、もっと盛り上がってきますよ。ということでですね、血圧も下がってきたことですし、やっぱり筋トレですよ。寒い時は筋トレ、これで腹筋鍛えちゃいますからね。よいしょ、1、2、これ戻れるな。よし、2、よし、バキバキだぜ。バイバーイ。元気元気。やっぱりね、筋トレは痛い、これ。